アメリカでオーディオロボティクスもブラックリスト入りされました。はい、どうもサラクーです。今日は2024年7月5日金曜日になります。今日の話題なんですけども、オーディオロボティクスというですね、ドローンメーカーがあります。深圳にあるね、メーカーなんですけども、今回ですね、こちらのメーカーがアメリカのブラックリスト入りされたという話をしたいと思います。その前に私のチャンネルの PR をさせていただきます。はい、私のチャンネルですね、ドローンチャンネルとは別にですね、旅チャンネルを起こしておりまして、サラクのチタビチャンネルというチャンネルを起こしております。こちらのチャンネルはですね、私サラクですね、楽しく喋りながら旅をしているというような動画を上げておりまして、今チャレンジしたところですね、徒歩で千葉県一周というところですね、今北総の越えるというところがあるんですけども、佐原のところですね、歩いています。日本地図を作った伊能忠敬とかがですね、出てくるようなね、場所になっております。あと単発ですね、京成電鉄の方に市川真間駅という駅があるんですけども、こちらですね、母の日限定でちょっとですね、変わってましたので、そちらの方ですね、見に行ったりとか、あとですね、成田空港から海まで300円で出てるですね、格安のシャトルバスがありましたので、そちらに乗ってみた動画とかですね、上げております。こちらですね、サラクーのチタビチャンネルの方は、この動画の概要欄のトップのところにこのリンク先貼っておきますので、ぜひですね、そこから遊びに来ていただいて、もしよろしければですね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。以上、PR でした。はい、ということですね、ドローンの話題に戻りたいと思います。今日の話題なんですけども、今ですね、アメリカの方で、DJ の方ですね、締め出しをですね、食らっているというようなですね、話はしてます。まだですね、完全に締め出しというよりかは、今法律の方ですね、完全に締め出そうというようなですね、今状況になっております。こちらの方ですね、やはり DJI がですね、中国製のメーカーであるということがありまして、アメリカの方ですね、締め出しの方が本格的に始まっているというところなんですが、一方ですね、DJI のライバルというところで、オーディオロボティクスというドローンメーカーがあるんですが、こちらの方ですね、最初はですね、あまり中国の方の前面に出さなくて、アメリカの方でね、売り出してたんですけども、こちらの方もメーカーもですね、深圳のメーカーでですね、やはり中国製のメーカーということもありまして、今回、DJ と同じようなですね、道を歩み始めてというところになっております。こちらの方はですね、アメリカのドローン XA の方で記事になってましたので、そちらの方を見ながらですね、皆さんと情報シェアの方をしていきたいと思います。では早速ですけど、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらがですね、アメリカのドローン XA の方の記事になります。でですね、記事なんですけども、アメリカ政府がオーディオロボティクスを商務省のブラックリストに追加というふうな記事が出ております。こちらの方ですね、総務省のブラックリストの追加なんですけども、ブラックリスト自体ですね、先に DJ の方がブラックリスト追加されました。今回はさらにオーディオロボティクスの方もですね、追加されたというふうなですね、記事になっております。ちなみにですね、ロゴとしてはね、こんな感じですね、オーディオロボティクスというふうなですね、ドローンメーカーになっております。で、議員らのですね、声明によると、アメリカの総務省は、ドローン製造会社、オーディオロボティクスをエンティティリスト、これがですね、ブラックリストになるんですけども、こちらの方にですね、追加し、事実上、同社をブラックリストに載せましたということで、この措置により、オーテルは特定の技術や商品に対する輸出の規制と特定のライセンス要件の対象となったというふうな形になっております。でですね、議員らによる監視の推進ということで、2023年11月、下院中国共産党特別委員会のこの委員長と、あとですね、下院議員の方がですね、オーテルの活動に関する調査を求めたというところからになっております。このですね、総務省の決定を受けて、彼らは共同声明を発表したということで、ですね、下の方にその声明が書かれているんですけども、私たちの主張を受けて、商務省は中国が支配する悪質なドローンメーカー、オーテルをアメリカ政府のブラックリストに追加しました。共産主義中国に武器を提供し、アメリカ国内でスパイ活動を行う能力を持つ DJI やオーテルのような企業をアメリカ国民は支援すべきではありませんということでですね、こちらの方がですね、共同声明として発表されております。でですね、エントリーリスト、こちらの方はですね、どういうものかというところですね、下に書かれております。アメリカ
産業安全保障局 BIS という当局があるんですけども、そちらが管理するエンティティリストには特定の品目の輸出再輸出および移転に関する特定のライセンス要件の対象となる外国のエンティティが記載されていますということで、今回ですねそちらの方にオーテルがこのリストに追加されると、オーテルがですね特定の輸出および移転に必要なライセンスを取得するのに、まあ、障害を生じるということで、まあ、簡単にですね取得することができなくなったということになっています。なのでこちらの方ですねブラックリスト入りされるといろいろとですね制約が生じるということになっております。で、やはりですね、大手の方は反応しておりまして、こちらの方にですね、大手の回答があります。大手ロボティクスは倫理的な実践と国際規制の遵守への取り組みを強調しています。でですね、大手の方は、ドローン製品を軍事目的や人権を侵害する活動に使用していることを断固反対します。というふうにですね、述べています。また、大手のドローンは、民間用に設計されており、まあ、これですね、まあ、基本的にですね、コンシューマードローンとしてですね、オーテルロボティクスが出てきているのもですね、こちらの方ですね、民間用に設計されているというふうに主張しています。軍事目的でないことも明らかにしていますということで、まあ、これもですね、以前 DJI が答えたような回答とほぼ全く同じようなですね、回答をオーテルロボティクスでですね、反論として出しているということになっています。ということを考えるとですね、やはりオーテルロボティクスの方も、DJI とですね、同じような道を歩むんじゃないかなということがですね、推察されます。でですね、こちらの方は DJI が締め出しを食らってるんですね、まあ、ドローン対策法ということがね、書かれております。ギーナはさらなる措置を求めており、下院で承認された中国共産党ドローン対策法案を上院が可決するように促しています。ということで、この法案は中国共産党関連の新型ドローンをアメリカ領空への導入を禁止し、中国のドローン企業 DJI を連邦通信委員会の対象リストに追加することを目的としているということで、まあ、こちらの方がですね、法律として決まると、まあ、DJI の方がアメリカからかなりですね、締め出されるということがですね、こちらの方には書かれております。で、ここからですね、この記事を書いたドローン X への見解ということが書かれております。オーテルロボティクスが総務省のエンティティリストに追加されたことは、中国のドローン製造業者に対する継続的な監視が大幅に強化されたことを示しています。この動きは外国製ドローン、特に中国と関係のあるドローンに関連する潜在的なセキュリティリスクに対する懸念の高まりを反映していますということになっています。オーテオロボティクスのブラックリスト入りは注目すべき展開ですが、ドローン業界と国際貿易へのより広範な影響を考慮することが重要です。規制が厳しくなるにつれて、世界のドローン市場が変化し、国内メーカーやリスクが低いとみなされる国のメーカーにチャンスが生まれる可能性がありますということで、今ですね、やはり DJI がかなりシェアをですね、占めてるんですけども、まあ、そこのところですね、締め出すことによって、他のメーカーとかにもですね、チャンスが生まれる可能性もありますよということもですね、ここのところでは合わせて記事として、こちらのドローン X の方がですね、見解を述べております。ただですね、こちらの方も書いてある通り、しかし、ドローン業界において、セキュリティ上の懸念と技術の進歩、及び公正な競争の必要性とのバランスを取ることが重要ですよ、ということと、あと状況が進展するにつれ、ドローン XL はこれらの動向を継続的に監視して報告し、読者に背景と分析を提供していきます、ということですね。やはり、ドローン XL としても、ま、気になるところなので、こちらの方ですね、提供していきます、というふうなですね、見解が得られております。私もですね、こちらの方のアメリカの動きというものは、まあ、日本の方のですね、ドローンの動きともですね、まあ、ある意味ですね、連携する可能性がありますので、私もですね、かなり注目しすぎ点ということになっております。はい、ということですね、今回ですね、ドローン X の方の記事で、アメリカ政府がですね、オーテオロボティクスの方を総務省のブラックリストにですね、追加したという記事をですね、今回皆さんと情報シェアの方していきました。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。まあ、DJI に引き継いでですね、オーテオロボティクスの方も、まあ、同じようなですね、道を歩むということがですね、ありえそうですね。日本もですね、確か一時期、まあ、DJI のドローンを避けて、まあ、オーテオロボティクスのドローンをですね、購入している業者さんっていうのはね、結構いらっしゃったんですけども、その時は確かね、オーテオロボティクス自体が、まあ、自分自身が中国メーカーだよということをですね、あまり前面に出さなかったと思っております。
なので、まあ、オートロボティクスをですね、買った業者とかもね、いらっしゃるかなと思うんですけども、やはりですね、オートロボティクスの方も、中国のね、深圳にあるメーカーで、まあ、DJ と同じくですね、深圳にあるメーカーということで、中国製のドローンということにはね、変わりないということで、まあ、今回ですね、アメリカの方も、まあ、オートロボティクスの方ですね、まあ、DJI と同じように、総務省のですね、ブラックリストに追加したということになっております。まあ、今後ですね、どのようになっていくかというところと、アメリカですね、こういうふうな動きがあれば、まあ日本もですね、同じような動きがしてもね、おかしくはないので、まあそこら辺のところですね、かなり注視してですね、見ていく必要があるのかなと思っております。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。今チャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サラグでした。さよなら。バイバイ。